はいどうも百均です。今回ワッツの方へ行ってきました。今日気になった商品こちらになります。折りたたみできる洗い桶、これね770円ってまあまあ値段はしたんですけど、なんでこれをまあ買ってきたかっていう話なんですけど、家のキッチンこの洗い桶がなかったんですね。でまあまあ洗い桶自体、まあ、邪魔だなっていうことで昔使ってたやつ一旦捨てたんですよね。まあ、捨てたんはいいんですけど、やっぱねあった方が便利な時は便利なんですよね。でも洗い桶って結構場所取るじゃないですか。ね、で邪魔だなと思ってたんですけど、今日ワッツ行った時に、まあ、キッチンコーナーうろうろしてたらね、まあ、これが置いてあったんで、あこれは便利だと思って買ってきたんですね。まあ実際ねちょっとまず中開けてみていきたいと思います。シャッキリ、はい、折りたたんだ状態で、まあ、この状態なんですけど、まずこの状態でここがね、これがまな板になるんですよ。今この状態、ここがね、これでまな板としても使えますし、これをグッと、ちょっと硬いな、よいしょ、1段階ね、この状態のちっちゃい桶にもなるし、もう一個いくんですよこれ。これね、そうなるともう結構ね深さもありますから、でこれね結構しっかりしてるんです。まあ硬かったのもあって結構しっかりしてて、この継ぎ目もねプラスチックになってますんで、この状態で、高さ、まあ深さはちょっとあれなんですけどね、この全長が15センチ、第一段階これマックス15センチ、1個下げてこれで9センチで、全部収納してこれで幅だいたい 3.5 センチということで、これは便利なグッズじゃないかなと思ったんで買ってきたんですけど、これね何気にね、まあ、折りたたみできますから、ソロキャンプで持っていく人はいないと思うんですよね。家族でファミリーでキャンプ行ったり、まあ、グループでキャンプ行くときにね、まあまあ大きめのまな板としても使えるし、ね、食材洗いに行ったり、まあ後片付けの時にね洗い場に持っていくのにね、こういう洗い桶ごと持っていけますから、ここにね使った食器とか入れて洗いに行く、そんなのもできますから、ファミリーキャンプ向けにもこういうのっていいんじゃないかなと思いました。でね、これね、まあこれ紙なんですけど、発売してるところがパール金属さん。これパール金属ってキャプテンスタッグとか出してるとこだと思うんですけど、このパール金属株式会社さんがまあ作って販売してるようです。はい、なのでね、まあ何気にこれねキャンプ道具としても全然使えそうな、まあファミリーとかのグループのね大人数のキャンプに重宝しそうな商品かなと思います。これはちょっとうちは、まあうちの場合はね、これ単純にキッチンで使いたくて買ってきたんですけど、まあまあ見てみたらキャンプでも使えそうだなと思ったので、とまな板としても使えるっていうのが、まあ特にキャンプ向けかなとも思います。まあ作りはねこういうプラスチック製の樹脂製というんですかねになってますので、まあこれでも本当いろんなね、はい、折りたためるっていうのが本当いいですし、何かとねこれだったらキッチンに置いてねつけ置きとかしたい時にはつけておけますし、まあいらなかったらねどっかに立てかけておけば乾燥もさせれるので、キッチングッズですけどファミリーキャンプにももってこいな商品じゃないかなと思います。770円っていう、まあちょっと値段がねちょっといっちゃうんで、このぐらいしっかりしてるからしょうがないのかなとは思うんですけど、まあ気になる方はワッツの方にぜひ探しに行ってみてください。はい、じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。